番端っこの硬いところから外側から埋めていく感じです。ミルフィーユのようにね、回して。キャラクターがここの中心に入るわけなのね。なのでここもちゃんと埋めとかないとダメなんですよ。ですので最後ここをちゃんと詰めて土台を作っておいてあげてください。これで基本のミルフィーユ鍋の完成です。ハツベイ君の出来上がりです。あとはこれをもう本当に手でですね、ひょいっと乗っけて、お鍋にひょいっと乗せるだけです。皆さんもぜひいろいろなキャラクターを大根おろしで作ってみてください。大島愛子です。今日もですね、岐阜県多治見市にあります東海薬局さんの薬剤師の方に食についてのアドバイスをいただきましたので、皆さんにお話したいなと思います。もずみさんという薬剤師の方にですね、お聞きしました。この方はですね、スポーツファーマーシスト、そして食生活アドバイザー2級を持って見えます。インフルエンザなどがね、2月流行する時期だ。それについてちょっとお話を伺いました。どうしてこの時期にインフルエンザが流行るのかというとですね、空気の乾燥によりインフルエンザや感染症などがですね、流行するというんですよね。なぜ空気が乾燥すると感染症が流行するのか。これはですね、ウイルスに含まれる水分が蒸発し、軽くなることで空気中に長時間滞在することができるそうなんですよね。うー、恐ろしい。また、空気の乾燥で免疫機能が低下するため、喉や鼻に付着したウイルスから感染を起こしやすくなるそうです。で、対策、これも聞いております。体の免疫を高める、ビタミンの摂取、発酵食品の摂取、納豆やヨーグルトなどもいいですよ。これは腸内環境の改善。腸ってすごい大切だそうで、肌とかも腸が汚れているとこうブツブツができたりとかするそうなので、腸内環境を整えるとこう見た目も良くなるってことが言われてますね。加湿器もいいんですが、観葉植物を置いたりタオルなどを室内干しにするといいよと、もずみさんは教えてくださいました。ということで、